ちょっと怖いというか緊張していますね。見てください、運転席に人がいないんです。そして助手席にもこれまでは安全管理者が座っていたんですが、姿はありません。完全に無人です。中国湖北省武漢市では今月末までに IT 大手バイドゥが手掛ける完全自動運転のタクシー100台以上が稼働します。車に搭載されたレーダーやカメラで道路状況を把握して走行し、専用アプリを使って18歳から60歳までが利用できます。バイドゥの担当者は AI 技術を応用し安全性をさらに向上させたいと話しています。